イミテーションの数は増える一方か。休んでいる暇はない。とにかく戦士たちをかくまわねば。ゴルベーザ、貴様の言ったことを俺は信じる。俺たちの姿を模した戦士、奴らは一体。イミテーションどもに苦しんでいるようだな。ゴルベーザ、今ここでお前と戦うつもりはない。私はお前たちの様子を見に来ただけだ。無限の軍勢にどれだけ翻弄されているかとな。想像通りだろう。まさかこんな世界で最後を迎えることになろうとはな。一つ聞きたい。カオスが勝利すれば世界は崩壊する。それをお前たちは望んでいるのか。ただ戦いが終わるだけでは世界は崩壊などしない。いずれ消えゆくお前たちに真実を伝える意味はあるのか。お前は何か知っているのか。永遠に続く神々の闘争、この戦いは幾度となく繰り返されている。言い換えれば、世界は決して崩壊などしない。戦いは終わらぬのだからな。私の言うことが信じられんか。信じろという方が無理な話だ。だろうな。記憶がないのだ。無理もない。どういう意味だ。お前は戦いに敗れ、再び蘇った戦士。蘇るために浄化を受け、記憶を失っている。この戦いが繰り返されていることを忘れてしまっているに過ぎないのだ。だがお前の本来の記憶は戦いの輪廻を証明している。本来の記憶。この世界に召喚されたばかりのものに元の世界の記憶はほとんどない。だがお前には私やセシルの元の世界の記憶がある。戦いを経るほど元の世界の記憶は戻ってくる。すでにお前に戻っている記憶、それはつまり。カイン、セシル。我が弟セシルも同様。この戦いに呼ばれたばかりの者には近しい者の記憶さえないのだ。カイン、大丈夫か。何が真実か、その目で見極めるがいい。はぁ、け、外したか。カイン、怪我は。いや、大丈夫だ。よかった、行こう。みんなと離れない方がいい。セシル、お前、記憶はまだ戻ってはいないのか。ああ、でもカインのことは思い出してきてるよ。戦っているうちに少しずつね。カインもそうだろ。戦えば戦うほど感覚が戻ってくる。大丈夫、カインも僕も戦い続けていればきっと記憶は戻ってくる。戦い続けることで本来の記憶が戻る。曖昧でありながら最も確かな事実。そしてそれは永遠に続く戦いを示す唯一の証拠でもあった。
どうして？すまんな、フリオニール。次に望みを託させてくれ。仲間を倒しながらも敵に心を売るわけではないか。またお前か。その戦士をどこにかくまうつもりだ？それを聞いてどうする。俺の代わりにとどめでも刺してくれるつもりか。悪いが仲間の居所を吐く気はない。俺の後をどれだけつけようと無駄だ。倒せるな。倒れるのは貴様だ。誓いの槍を。この勝利忘れんぞ。やるではないか。だが残念だったな。ファファファテオイの仲間を置いていくか、二人揃って倒れるか。どちらもお断りだ。人形程度で俺が倒せると思うな。戦い抜く決意か。愛して長くは持つまい。倒れ、完全に消えた方が幸せなことだろうがな。あがくには遅すぎるぞ。あがくには遅すぎる？そんなもん承知の上だ。貴様らに声は聞こえるのか？何かを感じる心はあるのか。もし貴様らに意志があるなら、自身の存在を呪うがいい。人の形をする意味のない貴様らに、人であることの強さというものを見せてやる。